何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それに、今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのおっさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ？わからない。
今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。うん、私は遥。お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ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 。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
何か食べも…ありがとう、おじさん。あれ？どうしたの？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか？もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。水を持ってきたぞ。ありがとう。でもこのままじゃ飲めないか。水を入れる皿も必要みたいだな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。これ使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。うん。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。